こんにちは。群馬戦から一夜明けましたけども、まあ今年で一番もう危機感を感じる目覚めになりましたね。今でも結構やばいと思ってます。まあプラスに考えるんだったら、まあ昨日みたいな、まあ、最悪な試合っていうのは、まあ、J1 に行ったら、まあ、露呈するもんだと思うので、まあ、早く気づけたって部分は、プラスに考えてほしいなと思いますね。まあ、もう昨日の観客席の僕の周りのリアクションとしては、まあ、勝つべき相手に、まあ、不覚を取る状況っていう時に、まあ、多くの人は、まあ、怒りとか、感情をあらわにして、まあ、見てるような感じなんですけど、でも、昨日に関してはもう、怒りっていうよりは、なんかもう諦めた感じで、呆れ顔で見てましたね、相当。まあそれは昨日だけの試合じゃなくて、地に積もった結果でそう思わせてると思うんですけど。まあ SNS とか、まあ現地の声聞いたりして思ったんですけど、まあ監督に対する批判、まあそれはわかります。自分も同じなので。まあ、でも社長に辞めろとか、社長どうなのっていう批判は、そこはちょっと俺違うかなと思うんですよね。まあ、経営面では優秀ですし、大型スポンサーも来て、で、まあ、感じる部分では、他のスポンサーからも、まあ、しっかりと適正価格、お願いできてるっていう部分でも、まあ、スポンサーも最近増えてますし、まあ、でも、その一方で、まあ、スポンサーもっと増やさないと危ないっていうふうに感じてるのを僕見てるので、経営面では優秀な方なんだなと思いますね。まあ、課題を挙げるとしたら、まあ、監督変える決断の遅さっていうか、そこのスピードはやっぱりちょっと、もっとこう、ビジネスライクにならないといけないのかなと思いますね。個人的にはもう早く変えてほしいです、監督は。このままじゃ上がれないので。で、他のサポーターの批判の中で、まあ、選手に対して熱量がないって言ってる人とかもいたんですけど、まあ、それ一理あるんですけど、まあ、そうさせてるのがまず監督とか、まあ、チームの環境であって、まあそれは仙台にずっといたいって思わせる環境づくりをしていくのが、まあ試合中のサポーターの雰囲気だったり、普段の練習の雰囲気をクラブが作っていかないといけないなと思うんですよね。まあぶっちゃけレンタル選手とかは、まあ業務的になりやすくなっちゃうのはしょうがないと思うんですよ。まあこれはそのレンタル選手の批判とかじゃないんですけど、だって戻るのが規定路線ですし。まあそれはしょうがない部分はあるのかなって感じですよ。まあそこはなおさらやっぱり、本人がどうっていうよりかは、まあ仙台にずっといさせたいって思う環境づくりをすることがやっぱり一番健全であって。まあただ、目の前の、まあ今いるチームで、まあ頑張れない選手ってのは、結局どこ行っても同じなのかなとは思いますけどね。で、まあうまくいかないと、仙台に、まあ批判されることに関して、
まあ、選手とか見たらどう思うかなって思ったんですけど、まあ、それは仕方ないですよ。だってもうベガルタが1年で戻るって公言してるんですから。そう言われてる以上、まあ、途中経過で1年で戻れる位置にいなかったら批判されるのはもう仕方のないことですね。それでも批判されたくないんだったらもう何しても批判されない、まあ、緩いクラブに行ってのんびりやればいいんじゃないですかと思うんですけど、でこれクラブに、まあ、クラブや個人に言いたいんですけど、やっぱりサポーターやお金ってどうしても限りがあって、まあ、無限に湧いてくるもんじゃないんですよ。まあ、それをやっぱり試合で出してほしいなと思って。やっぱりお金もらってる以上、お金発生してる以上は責任が伴うことであって、それに関しては絶対に試合で、まあ、この間の大宮戦とか昨日の内容のない試合みたいじゃなくて、そこだけは絶対に良くしないとダメですよ。まあ、心打つ試合して負けたんだったらサポーターだって納得する人だっているかもしれないですし、興行なんでお金発生してる以上は絶対に試合は変なことしたんだろう。下手な試合しちゃダメですよ。どうしても原崎さんにはやっぱりずっと最近考えてて、熱量を感じられないんですよね。特に大一番での試合。まあ横浜の四方田監督とか、まあ仙台 OB の大槻監督っていうのは、まあ例に挙げれば、うちとの試合ではもう、まあ、多分対戦相手によっては、まあ、ちょっとうるさいと思われるぐらいに、まあ、相当熱量を出してやってたと思うんですけど、まあ、唐崎監督からそれを感じないんですよね。どうしても感じないんですよ。なんか淡々としすぎてるっていうか、そういうところのパフォーマンスも必要だと思うんですよ。そういう周りの人に分かってもらうっていう意味でも、言わなくても周りが理解してくれるっていうのは、それはプロの世界では通用しないことであって、でそれで話変えますけど、まあ、僕最初の動画で、まあ、ベガルタはサポーターによる入場収入が大きいって思うから、まあ、そこ向かれたら厳しいですよみたいに言ったと思うんですけど、まあ、どこの職場に行っても、まあ、ある人に嫌われたら厳しい部分ってあるじゃないですか。まあ、それベガルタ仙台で言うんだったら、それは間違いなくサポーターだと思いますよ。現場の方。まあ監督は厳しいのかなと思ってますけど、でも万が一買えないんだったら、もう起爆剤がないと、プレーオフも勝ち抜けないのかなって感じですね。まあ、守備がまず命取りなので。まあ、でも仙台のサポーターって優しいと思いますよ。まあ、昨日みたいに、まあ、何時間もかけて群馬に行って雨の中。でも、最悪な試合見せられて、それでも試合後、しっかり拍手でサポートする
仙台のサポーターって本当に優しいんだなと思いました。でもやっぱりサポーターだって、まあ、時間とお金に限りがあって、まあ、ベガルタのサポーターには九州から来てるサポーターもいますし、全試合足で通ってるサポーターもいますし、まあ、難病で病院にいるから1年に1回しか来れない、まあ来年以降はどうなるかわからないって人もいるし、まあいろんなサポートに支えられてるんだなと思いますね、見てて。とにかく打開策を考えて実行しないと、もう昇格は厳しいですよ。